中学の時結構有名だっただろう。ああ言いました。確かに南三中あの代だけ強かったんですよね。あいつ協調性とか皆無だけど実力は俺たちの学年ではつま抜けててさ、入部早々練習試合に出るチャンスがあったんだ。いきなり当時の3年と衝突してさ、優子が合格いいんだけどね。ネットからとさらりすぎて打ち取れるっすよ。今のフォローできたらや下手くそ。その後も当時の3年とは契約だし、そのうち来なくなったんだよ。なんだよまだ3年いんのか。インターハイ予選で負けてもう引退したこと思った。変な呼び方しないでほしいんですけど。ああ、及川さんといる代に同じチームでプレーできてよかったって思えてしてあげるね。なんで及川さん経験しているの。10月の代表決定戦までの間、関東へ練習試合に来られるのは今回も含め都合2回ほどです。貴重なチャンス有意義に使いましょう。はい、はい、はい、チキー早速ブロック飛んでくれ。優れてるのはやっぱり猫間の苦労あたりかな。